こう見えて3時のパパだからね。そう、こう見えてて。でも井村さん元ヤンなんですよね。だけどもう仕事ではまあぶつかったことあるよ。トシ君もああいうキャラだから。もう音鳴ってるんで撮ってるんですよ。入れてもらっていいですか？何ですか？今日は、まあ、コメントでいっぱい来てたんで井村さんのこと知りたい。何のですか？トシさんと出てたやつだったじゃないですか、2人で。はいはい。トシさん復帰のやつ、あれで井村さんのこと先輩取りに行ったやつ。そうですそうです、うん、井村さんのこと知りたいって来てたんでいっぱいコメント、井村さんに対してもコメントめっちゃ来てましたね。何が身長体重、あ、そういうのはちょっとどうでもいいです。何が知りたいの、何が知りたいの、何が聞きたい、何が聞きたいんでしょうか。まあ多分普段何している人なのか、まず普段どういう人なの、どういう立ち位置なのかとかも気になるじゃないですか。今はでもちょいちょいまた見積もり回りだしたかな、営業の方も。そう、見積もりが来てまあ現場調査行って見積もり提出してみたいな。で TikTok 撮って TikTok 撮ってインスタやって伸びずに落ち込む。確かに毎日気にしてる。もうみんなとか言って。まあでもまあ真剣な話、業務内容は、はい、まあ営業だよね。営業のことをまあちょっと人も足りないから、はい、また回りだしたね。基本は営業なんですね。営業。営業管理。まあ微妙なとこだよね。謎ですよね。確かに私たちもちょっと謎だから視聴者さん。で、はい、かな。で今は、はい、今っていうかちょっと前か、ちょっと前まではなんかその SNS の、はい、なんかそのオンラインセミナーとか、名刺交換会とかのそういう段取りとか、そういうなんかその裏方的な感じではどっちかというと、表には出てないもんね。確かに。まあ今でもそれはまあちょこちょこやってますけど。それやりつつ店長業務も。やりつつ。まあ営業、まあ営業道場の営業の方もやりつつ、まだですね。いろんなことやってる。いろんなことやってるからな。そう、いろんなことやってるから何ってないですよね。全部できるんで、パーフェクト人間なんで。中途半端に全部できるやつ大体できないみたいな説あるじゃん。全部できるやつ大体、仕事何でもできるやつって大体。できないみたいな。なんかあるじゃん。どっちでどういうことで嬉しいのか、ちょっとわかんないですけど。そういう説あるでしょ。どんな説ですか、毎日。なんかその塗装屋でも、いや、シーリングもできる、大工もできる。ってやつは、なんか大体。塗装しかできない。そう、大体、何もできないみたいな。そんな感じかもしれない。全部中途半端にかけてるみたいな。そうそうそう。まあまあ、まあ、車力が長いんで、まあ長いですよ、前、そのね、ブランクはあるけど。こういうキャラですよっていうのも出していかないと本当に。そう、まあ歴が長い、まあちょっとそのねブランクはあるけど、はい、1年半ぐらいかあるけど、まあ、長いからまあある程度のことは知っとるっていうのもあるね。だって会社立ち上げた当時からですよね。うん、立ち上げから。立ち上げからだから。理解当時ナンバー2ですよ。アンダー2かもしれない。アンダー2。アンダー2かもしれない。下から数えた方が早いかもしれない。まあ今は下から数えた方が早いよ多分。戻ってきて。いやいやお前らの上じゃん。だから車歴で言ったらもう。車歴で言ったら井村さんのがトータルしても長いですからね。あ、そうか。とび職の方ご参加お待ちしております。辞める前もだってもう見積もり回ってなかった。全くゼロでしたもんね、あの時は。もう見積もりも回ってないし、現場とかも管理することもないし、よっぽどその何かあった時に行くぐらい。クレーム対応係。クレーム対応係。日村まで。どんどんじゃどうすんだお前。まあまあそんな感じかな、でも内容は。でも本当になんか上の上の人って感じ、なんかもう最終決断下してもらう。みたいな。何かあった時。そう、何かあった時の。そんな機能あるか。困った時の井村。いや、ご相談を井村までみたいな感じですね。相談窓口みたいな。そんな感じです。社員のですよ。社員の相談窓口。外部はなしですよ。そう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 。お客さんからとかじゃなくて。窓口。なんかでも元々そうじゃないですか。でも元々そうじゃないですか。なんか最終自分たちで一回解決しようとはするけど、まあ分かんないことはまあそうだね。分かったことはもう井村さんに行くみたいな感じなんで、もうなんか本当社長の本当したって感じ。社長に行くまではないけど。社長がやっぱいないからやっぱ忙しくてやっぱねいないしっていうのもあるよね。社長に届ける前に井村さんみたいな感じの。なるほどね。だから本当にナンバー2ですよね、いっちゃえば。うん、イメージはそんな感じ。うん、会社には偉大な存在ですね。でも井村さん人気者ですよ。結構コメントで井村さんかっこいいとか。いや多分あれだって最初だけだ。でも井村さん元ヤンなんですよね。違うわ。え、じゃあ現役か。35歳現役。35歳現役か。なんで俺が元ヤンなの？なんかマスク外したら元ヤンみたいな。いかついて。笑っとる。全然笑ってない。笑っとる。今笑ったけどさっき笑ってなかった。いや笑っとる。でも多分井村さん怖いって言われますよね。言われ。あ、優しそうですね。それは絶対ない。絶対ないそれは。いや初めてだってこんな笑ってないじゃないですか絶対。絶対ないです、それは。いや、元ヤンではない。現役だから。元じゃないじゃない。じゃあ、元ヤンではないし、別に現役でもない。ヤンになったことがない。多分聞いたらわかるじゃない。多分、俺全然そんなんじゃない。だって真面目だから。トシ君ともだって創立っていうか。会社。ちょっとコーヒー飲まして。おのどがね。トシ君ともこの会社を。立ち上げた時から一緒に働いてるんですよね。元々いや厳密に言うとそのこの塗り替え道場になる前に飛びだったじゃん、はい、その頃に一緒だったの。その頃の要は従業員みたいな感じで、はい、もう20人ぐらいおったので、はい、その中の一人どうしよう、ね、俺もその中の一人だし、えそこに社長もいるんですか。社長が親分みたいな、親方みたいな感じ、社長みたいな感じでその若い衆として20人ぐらいおったんだ。井村さんとしては何個離れてます？何個だろう。6個かそこらぐらい違う。父さん40超えてるんだ。超えてんの？超えてる。え、仲良かったんですか？いや、仲良かったよ、別に普通に。なんか先輩って感じじゃないんですか？先輩っていう感じじゃないのですね。だからまあ友達に近いような感じの。うん。そうだね。トシ君もああいうキャラだから、なんか先輩してこないし別に。ああ確かに。フレンドリーな感じで接してますもんね。だけどもう仕事ではまあぶつかったことあるよ。一緒に現場行っとって、やり方いやこうでしょ、いやこうでしょ。えでもそれってトシ君のが歴は長いわけですよね、仕事の。仕事の歴は長いけど、例えば俺が頭で行っとる現場とかもあるから、その同期さんから言われて、で。まあ俺とそのトシ君とあと何人かで行ってる現場があるから、でも別に頭で言ってること関係ないんだよ。関係ないけど、でいい意味で言い合いとったら多分仕事のこと。なんかちょっと想像できにくいですよね。この二人の。うん。そのトシ君と井村さんが接触しとるっていうのがない。あんまイメージないと思う。でもなんか変に気遣って言えないとかはないです。ないかもしれない。それはお互いがあるからですね。お父さんまではいかん。お兄ちゃん。お父さんっておかしいだろう。まあサチのパパだけど。そうこう見えて、あこう見えてとか言ってた。いや私も意外でしたそれ聞いた時。こう見えてサンジのパパだからね。こう見えてて。いや普通に見える。いや見えないですよ。独身でもいけそうじゃないですか。私結婚してないと思ってましたね。なんで？えしかもちっちゃい子じゃないからもうまあまあ大きいからね。654ですよね。654。12年パパやってるんですよ。見えないです。信じらん本当に。申し訳ないんですけど。ちゃんとパパやってるんですよ。多分嫁に見られたら多分こいつ絶対やってねえだろって言われて逆にアンチになる。奥さんがめっちゃ送ってくるかもしれない。間違えました。やってるんですよじゃなくてやってくれてるんですよ。訂正しておきます。奥さんのためにね。確かにでもまあ昔はあんまやってなかったな。今はやってるんですか？今はやるようにはしとるけど、まあ送り迎えとかするよね。ちなみにですけどあれだよね、井村さんじゃないわ。動画の最後の塗り替え道場ってあれ井村さんの子供の声。そうなんですか。あ、そう。あれ井村さん、皆さんそうなんですよ。井村さんの子供の声なんですあれ。そう。俺がひらがなで書いて、言う言葉を。はいはいはい。読ましたみたいな。そうそう。めっちゃ可愛いですよね。それ私初めて今ここで知ってます。何本も撮って、そうそう、あれ井村さんの子供の声なのよ。なんだ、やめた時にはまだ使われてたから。そうそうそう、ずっと使ってる。まだ使ってんだと。もう声だけ出しても誰かわからんしみたいな。そう、これみんな気になっとったと思う。うちちょこちょこ聞かれてたんですよね。あの声誰ですか、ウルハちゃんとかシュウハくんですかみたいな。ああ、そうか、出とるもんね。そうって聞かれてたけど、まあ、そこで別に言うこともじゃないなっていう感じで言ってなかったですけど、多分みんな結構気になってると思う。ここで何個も気になってたことって、多分これで何回も分かりますよね。うん、あれ、うちの子供。そう、井村さんとこの子供なんですよ。今日いっぱい知れたっすね。これぐらいでいいですか？今度井村さんの休日に密着してきて。いいですか？パパの顔。マジでつまらんよ。いや、パパの顔撮ってきて、カンタのパパの顔も撮ったんで、井村さんのパパの顔も撮りましょうよ。無理。なんか子供とどっかで子供サッカー送ってずっとサッカーやってるわけだ。マジそれが想像つかないですね。なんかもう帰ってそうですよね。帰ってそうだね。送るだけだって。いや、ちゃんと見届けとるって。応援しない、応援するんですか、ちゃんとそこで。応援するから見に行くでしょ。それが想像できないですね。まあ送り迎えしなあかんから。いい、普通だからねこれ別に。いや、普通なんですけど想像ができないです、井村さんだから。どういうイメージ？イメージ悪すぎだろ。多分会社の顔と多分家の顔が想像できないんですよね。そう、謎な人物なんですよ本当に。謎か。まあそんな感じで。はい。こんな私ですが。はい。頑張ります。はい。これからも聞きたいこと聞けたでしょうか。いや、だいぶ聞きたいこと以上に聞けました。謎が解けたでしょうか。はい、だいぶこれからたくさん出てくる。としくみたいにいいと思うと言えないな。お願いしますよ、本当にそこは。いいと思うと言えない。見てください。いいと思うとは言えない。密着もさせてもらって。アンチは悪じゃん。大丈夫です。守ってあげますよ。アンチ。おお。どうですか。ちょっと名前ちょっと小違いだ、それ言うの。自分のダーリンに言わな、それ。あの人は自分で自分守れるんで大丈夫。じゃあ俺も守れるし。俺、謎やと思っとんの。何個下のやつに言われそうなんだね。確かに。私が守ってあげますよ。言う人は違いとるじゃない。だってアンチ来るからってちょっとビビっちゃってたんで。彼女イケイケなんで。守ってあげますよって言ったら言われました、そうやって。宣伝いいんですか？あ、宣伝してもらいます。あ、6月19日、はい、大阪で、はい、交流会、はい、時限定の交流会ありますんで、はい、ぜひもう締め切り間近です。あと数日、はい、7月14日、はい、オンラインセミナーか、はい、コマショウさんすごい方の宝塚の井上さん社長と、はい、まあ、うちの社長がコラボ、お互いのセミナーやって対談みたいな感じで考えてるんで、そんな感じで本日はありがとうございました。これからもたくさんお願いいたします。いいコメントをたくさん、インスタフォローしてください。僕のインスタと TikTok 確かに増えないんで TikTok もフォローしてください。お願いします。お願いします。はい、じゃあ行きます。はい、せーの、また見てねー。やばい。